人生であなたが体験をすることのすべてに意味がないものはないと言われております。こんにちは。神戸メンタルサービスの平です。今日のお話はちょっと深くて深遠な話をしますね。私が1980年代に心理学を学び始めて一番びっくりしたことは、 私たちが考えている、まあ、潜在意識と言われている自分というのは、全体の3、4%しかない。96%、97%が潜在意識や無意識と言われる世界なんだ。つまり、海に浮かんでいる氷山の一角を自分だと思っている。でも、その下に、海の下に渦もれている。 そっちの方が大きいんだよ。なんていう話を聞いて、実際はどういうことよ。なんていうふうに思いました。皆さんが恋愛というものを今彼と私の関係だけで捉えますけれども、こんなふうに考えられたことってありますかねで、なんで私はこんな彼と何のために付き合ってるんだい ということですそれには実はものすごくで深深でい意味があったりもしますそして私たちが皆さんに一番お伝えしたいことはあなたが思ってるあなたはあなたが思ってる以上に愛にあふれてすげえ奴なんだよっていうことなんです。 そして皆さんはそのことを全然お分かりになってはいらっしゃいません。今日はちょっとそんな話をさせてもらいますね。昔スペインに大好きで語学留学をしていた女の子がちょっとナンパされちゃってそしてそのスペインの人と結婚したんですね。 で、彼は、まあ、自営業者なんですけれども、まあ、1000万円近くの年収があったんです。ただ、スペインは日本に比べて物価がだいぶ安いですから、スペインで1000万ぐらいの年収っていうのは、日本に直すと、まあ、2000万から2500万ぐらいの、まあ、豊かな成功者の彼と結婚しました。で、彼は、まあ、大都会で仕事はしてるんですけれども、 車で高速を2時間ぶっ飛ばした田舎で生活をしているわけですね。つまり、まあ皆さんが今どこで住んでらっしゃるか置いといて、首都圏から2時間車でぶっ飛ばすと、だいぶ茨城の橋とか千葉の端っことか、だいぶ田舎に行きますよね。で、彼女の住んでいるところは、本当にど田舎。 彼女を曰くイオンショッピングモールも島村もないような田舎なの。よろず屋さんが2軒とパン屋が1軒ぐらいしかない。うちの家以外はほとんどの家のトイレはもうボトントイレで水洗にもなってないような田舎。そして、 彼は成功者ですから、毎週土曜日、その地域のしぎたりで成功者は簡単な軽食とワインを村の人に振る舞わなきゃいけない。そんなことを毎週毎週、せっかくの休みの土曜日に彼女はしなきゃいけない。ね。めんどくせえなあ、と思っちゃいますよね。ね。なんか知らないけど早く終わんねえかな、なんていうのはついつい顔に出ちゃう。で彼は、 疲れたなら部屋に帰って休んどきゃいいよって言ってくれるんですねで。彼女は全然疲れてないんだけど、じゃあそうさせてもらおうかしら。日本人はね、早く眠る文化があるんだよ。おお、そうなのかいなんていうことで彼女はいつも前半戦が終わったぐらいに自分の部屋に帰るんですね。 当然帰ったって面白くないから彼女は思うわけですよ。くそ、こんな村滅べえ、滅べえ、みんなちっちゃえ、みたいな感じ。で、何にもないこんなところにいてもつまんないし退屈だし、で、日本に帰ってくると、島村もイオンショッピングモールもジャスコまである。そうなってくると、 やっぱり日本がいいなぁなんて思った時にうちにカウンセリングに来られたわけです。そして彼女にこう聞いたんですね。一番離婚したい。それは彼と別れたいわけじゃなくて彼と一緒にいたり結婚生活で君が感じてる感情が不快で耐えられない。 だから、その感情と手を切りたくて、離婚という手段を取ろうとしてるんだよ。君がスペインで一番感じる嫌な感情って何なのよっていう話を彼女にしました。孤独かな一りぼっちほう。はあ じゃあなんでその孤独と一人ぼっちがあなたをこんなに苦しめるんだいっていう話をしたら彼女はこう言ってくれました。いやね、平さん。そもそも私はね、昔からずーっと一人ぼっちだったんですよね。ずっとどういうことあのー、不敬参観とかあるじゃないですか。うん。参観日のことだよね。普通ね、 授業参観が終わったら、みんなは、お母さんと一緒に帰るんだけど、うちのお母さんは見たいテレビがあるからってさっさと帰っちゃってね、私いっつも一人ぼっち。そして近所のおばちゃんに、あれ誰誰ちゃん、じゃあおばちゃんたちと一緒に帰るお友達のお母さんと一緒に帰ってたぐらいなのよ。ずっとずっとですよ。それはないね。 それはないったって事実そうでしたもんいや、事実はそうだったでしょうよ。でも、その理由が、見たいテレビがずっとあるっていうことは考えられない。お母さんひょっとしたら、PTA のお母さん連中とのコミュニケーション、その辺が苦手だったとか、そういうことってなかったって話をしたら。<laughs> お母さんは、すんごく方言の強い地方からの 首都圏に嫁入りをしてきたんですねちょっとお父さんとは遠縁でお見合い結婚だったんですね。で素朴ですごく純情なお母さんのことをお父さんは気に入ってお母さんも田舎から「うん東京に住める駄さって思って東京にやってきたんだけれども関西の人以外っていうのは東京に来ると標準語がしゃべれるようにならない限り あまり喋らないんですね、まあ、関西の人はあの日本全国どころか世界どこででも関西弁で喋ります、えー。家族旅行でイタリアのベンニス行った時に遠くからですね「ええや兄ちゃん負けてや!」っていう関西弁が聞こえてきましたけれどもなんかこう会話が成立してましたね。すごいもんですが関西以外の人はそうじゃないんですよ。 ところが彼女のお母さんはなかなか方言が治らずに夏休みとかはもう初日もうすぐ実家に帰り8月30日にお母さんが泣いちゃってるんですね。8月31日にまた東京に帰ってこなきゃいけないそれが憂鬱で。つまりお母さんは東京には。 全然なじめなかったようなんですよ。ああこれはあれだなって思いました。あれそうあれですよ。追体験と私たちが呼んでいるものです。追体験そうです。彼女にこう言いました。スペインで一人ぼっち 誰の味方もいないというこの体験を通じてお母さんが東京で一りぼっちどれだけ寂しかったか理解できますよね。<laughs> 彼女はずっと子供の時からなんでうちの母さんはああなんだろうと思ってた 知的好奇心って言うんですけれども私たちっていうのはお父さんやお母さんおじいちゃんやおばあちゃんが多分何でああなんだろうと思うとですねその人人と似たよよううな人になにるるっていうことがよくあるんですねでそれは遺伝だとかいろんなことが言われますけど心理学的に見たらそれはそうじゃないんですね。あの人とと同じようにになることによって であなたはあの人のことを理解できるわけです。つまり彼女はスペインで一人であるという体験を作ることによって体験することによってお母さんを理解できたわけです。もっと言うならばお母さんを理解するために 人っていうのは自分の一生分を台無しにするぐらいのことを平気でするんですよ。なんでそれはあなたがよっぽど大きな愛の人だっていう証明にならないでしょうかあのお母さんのたった一人の私は理解者になってあげたい。それはあなたの人生をかけるにふさわしいほどのあなたにとっての 人生の深淵になる目的になるわけです。で、彼女はワンワン泣き始めました。それは、お母さんが本当に一人ぼっちだったんだな。そして、ワンワン泣いた後彼女は,は、もう一人いる。誰うちの旦那よ。あの人、 村で成功者だって言われ家に帰っては嫁につつかれいじめられ「あの人こそ一りぼっちで私が一番の理解者になってあげなきゃいけないのに」。そしてその後一度もカウンセリングを受けに来られません。 私どもはですね、頼りのないのは良い知らせというふうにいつも思うんですけれども、あなたのこのろくでもない体験は、あなたの人生で誰を理解するのに、何を理解するのに使えますか 人生であなたが体験をすることのすべてに意味がないものはないと言われております。だったらまあ例え話なんですけど神様はあなたに何を学ばせたくてこのような体験をさせたんでしょう。そんなことをちょっと遊びのゲームだと思って考えてみてください。神様はあなたに何を学ばせるために この人とあなたを出会わしたのかこの恋愛でこの最悪の悲惨な恋愛からあなたは何を学べばよかったんでしょうそれはきっと絶望や怒りや感触あなたが愛される価値がないそういうことではないはずですよ。 またお会いしましょう。ありがとうございまーす。今日の動画お役に立ったら、グッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。こんにちは。神戸メンタルサービスの平です。今日は、 ニコニコチャンネルでも恋愛心理学勉強できますよというお知らせです。10分15分じゃちょっと短いなぁと思われる皆さん、さらに皆さんが恋愛力アップアップのために、毎週水曜日ニコニコチャンネルでニコ生の生放送っていうのを水曜日21時からやっております。月額550円の会員制のチャンネルなんですが、 9時から9時35分までの間は無料で皆さんにも見ていただくことができますさらに月額550円会員の皆様会員になっていただく皆様には恋愛心理学のレクチャー動画さらに音声配信で今まで有料でお売りしてたものも聞き放題 今だけで20本ありますよ。どん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 これを増やしていく予定なので、決して損はさせません。皆さんの恋愛力アップアップのために、ニコ生チャンネル登録よろしくお願いします。待ってます。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。 私はなんでこうなんだろう彼はなんでああなんだろうそんなことを知りたい皆さんに私どものオンライン講座というものがございますいつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に心理学入門講座さらにカウンセリング講座なんていうのもありますカウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません カウンセリングっていうのは彼は何でああなんだろうこんな時に彼に何て言ってあげたらいいんだろうまあいわばパートナーシップつまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね1ヶ月オンライン講座フリーパス2万3100円で10講座も受けれます 3ヶ月のオンラインフリーパス、63,800円。人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円。もう、一口座に割ると1,000円ちょっとでお勉強できてしまいます。 もしこういうことに興味があるまたカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいねもしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので一度来ていただけませんかそうするとですね皆さんに入会金無料そして一つの講座お試し講座っていうんですけれども ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。